はい、えー、それではですね、講義の方を再開してまいります。えー、お客様対応専門員 CAP、えー、試験の対策講座ですね。第一回目のユニット2の方をですね、始めてまいります。今あのユニットという言葉を用いましたけれども、まあ30分ずつですね。だいたいあのあの集中力の途切れというか、あの集中力の持続させるためにですね、えー、あるいはあの通勤通学途中で使っていただくために30分でワン区切り置くと。 30分30分30分という形でですねあのの休休憩小休止の方を入れさせてていいいたただきたいとういうふうに考えておりますで、えー、その30分のユニットがですね全体で30ユニット分ですかね30分かける3 0ということで全体はまあ15時間ほどで構成されているわけですけれどもこのような形で進めていくということになります。<laughs> それではですね、えー、まあ学習ガイダンスを終えたということで、第一部ですね、早速消費者問題の基礎知識というところですね、えー、入っていきたいというふうに思います。先ほども申し上げたように、まあ目次もね、何度も確認させていただく確認していただくということ大事なんですけれども、あのこういったね冒頭にあるこういった項目、第一章、第二章、この項目を見ただけでですね、この第一章消費者問題とは と見ただけで、えー、どういう方が問題になってたかな、どういうことが書かれていたかな、ということが思い出せるくらいですね、何度も何度も繰り返して学習していただくということですね。えー、これが大事になってまいります。<laughs> はい、えー、それではですね、えー、第一部の方ですね、第一部の方の学習をしてまいりたいと思いますけれども、まずはあ第一章、消費者問題とあと。 いうこういいここととととですすねね消費者問題とはということから入っていきます、ね、これから消費者対応の専門家になろうとしている時にそもそも消費者って誰なのか消費者の問題とは何なのかということですねこれを分かっておく必要があるということになります。でそして詳しくは「公式テキスト2ページ」とありましたけれどもこの「公式テキスト」というのはまさに「 この試験実施団体が出されているまさにこの試験実施団体のの公式テキスト、このことを指してますね。今勉強していくこのレジュメにおいてはですねレジュメにおいては本当にこの中でも重要なポイントを抜粋してですね、まあ、骨格の部分っていうのを本当に試験に出やすいとかですねそもそも本質を理解するために非常に重要な箇所であるっていうのをこれ絞りに絞って抜粋しているですね。 ものであって、まあ、これだけでもですね非常に勉強ができるようになっているわけなんですけれどもただ詳しくですね行間とかですね肉付けの知識とかそういったのを埋めていくためにはやはりですね試験実施団体が出されているこの公式テキストを参照していただければというふうに思います。 ただこの講義においてはもう十分ですねこのレジュメでも合格点を取っていただけるようにですね本当に重要な箇所っていうのを何度も何度も回していただけるための骨格として、えー、形作ってあるといいうものになりますはい、ではまずですね、えー、消費者とは一体誰なのかというところから入っているということでまあ消費者とはそもそも誰ですかということなんですが、えー、これ生活者という言葉と消費者と いう言葉とですね一応理解し分けて理解しておこうとあのいうことにえなっておりますまず消費者といった場合はですね消費者といった場合はこれは商品およびサービスの購入消費の主体としての国民全てを指すよというふうに、まあ、学問的には定義付けられているということですねまあ、もうちょっと狭い概念もありますけれども商品サービスを購入する消費する人 これに対して生活と生活者というのは生命を維持生存を続けるため良識を意識を持ってニーズを充足して自己実現を図る人ニーズを充足する自己実現を図る生命を維持生存を続けるためというところですね。 少し違ってくると、まあ、ここでいうまあ自己実現というのは、まあ、自分の幸福を追求するとかですね自分のニーズを果たすために、まあ、あのこういうふうにしたい、えー、自分の幸せのためにこうありたいというようなあそういったニーズっていうのを測っていく、まあ、イメージですよね自己実現というような言葉ということですよね。この言葉の違いには消費には 商品とかサービスを購入して消費する人というキーワードが入っていましたけれども生活者にはこれれが含ままていませんよね少し図にしてみましょうかちょっと文字をね見やすくするためにデータでえーこれはっきりとねできる限りはっきりと写していますけれどもまあ時に触れですねまあ紙の状態で少し図解する時とかはですねえちょっと。 こういう紙の状態のものをですね映したいと思います、ね、今ありましたね消費者いいですか、ね、消費者と言ったときはキーワードが購入とかあ消費のしたいとあった生活者の方は 生命を維持生存を続けるため意識を持ってニーズを充足して自己実現を図る人というふうにありましたこの違いというのはどちらかというと生活者という広い概念があってその中の一部として消費者というものがあるよということなんですよね消費者はサービスを購入する消費する そうとは限らないで生活している人がいるということですね誰なのかね自給自足ということを考えると自給自足という概念を考えるとわかりやすいかもしれないですねほら自分でね獲物を取って食べている、えー、森の中で一人で暮らしてですね木の実を取って食べてるとかですね、えー、自分で種をまいてですね農業をして 誰からも商品を買わないでですねそれで服とかもなんか洋服,で洋服屋さんで買ってくるわけじゃなくてですねなんかねいろいろ工夫をしてですね植物とか動物とかそういったものから作ってですねもう自給自足住むところもねあの自分で作るホラー穴を掘ってですね自分で生活しているとこの概念、ね、消費者ではないですよね自給自足。 消費者ではない自給自足の概念ここまで広く含めて考えるのが生活者なんだということですよねこの自給自足っていうことを考えることはその後ですね消費者問題を考えるにあたっての少しのキーワードになってくるというか考えのポイントになってくるというところでありますいいですね今自給自足している人はほとんど周りで見かけないと思いますけれども大昔っていうのはこうでしたよね 自分で狩りをして、自分で食べて、そうやって暮らしていた。けれども、今、今の時代ですね。もはや。消費する人、まあ、ちょっと日というのは、簡単に書いてますよ。あのカタカナで書いてます。消費する人、消費者と。生産する人。つまり、物を作って売ると。生産者に、これに分化しています。分離しています。分離してます。そうすると。どういうことが起きてくるかというと。いいですね。 生産者がさらにその生産能力を技術革新によって高める技術をねすごく新しくしてですね高めていくということですねこれによって大量生産と大量消費というものができてくる大量消費というものが出てくるここにつながってですね3番の下の方ですねいいですね消費者の良識えこんな商品があったの経験 これを超越したような商品とかサービスが出現し自給自足だった時代からまず作る人と消費する人に分かれたとでえ作る人というのが非常に強い技術を持ってですね大量生産大量消費を可能にするというこういう時代を作ったそうすると消費者にとってはですねえそんなこと聞いてないよと。 えこんなのあったんだというですねそうなっていくとあの消費者と事業者消費する私たち国民とですね、まあ、作っている側提供する側の事業者には情報の力も経済の力も交渉の力ですよねこういったものの格差がどんどん拡大していくということになるわけですね。 そしてその格差が拡大したことによって構造的にに問題が発生するようになったこれが消費者問題の背景にあるものですね背景にあるもので,すではじゃあその消費者問題とはどういう問題なのかということですね。企業と消費者で考えた時に目的と手段がこれは全然違うよと目的と手段が違うぞと。 いうことですね目的と手段が違うこれによって起こるのが消費者問題なんだと企業の目的は何かというと代金を回収することによって利潤を得ていく利益を出していくということですね企業の大きな目的になっているとそのためにですね、えー、生産をして販売をすると売ると生産し販売するということですねこれに対して消費者というのは目的は 消費生活、えー、生活用品等を購入して紅葉を得る紅葉を得る紅葉というのはまあ満足ですよねまあ買ってよかった美味しかったとかですねあったかい、えー、布団が本当にあったかかったとかですねその紅葉これを得ていくこのためにですね手段として代金を払っていくほら色使いですねこういうゴールに向かってこういう手段を用いるみたいな意味で青黄色みたいな感じで分けてますね色は。 このように目的と手段が異なるため問題各々ね共通のゴールに向かって協力し合ってる関係であれば問題は起きなかったこの企業の目的も消費者の目的も一つのゴールに向かってですね協力してやっていこうということであればですね特段問題は生じにくかったわけですけれどもこのように目的手段が裏腹の関係にあるため問題が発生するんです。 例えば効用がない効かなかったじゃないかとあったかい布団って書いてあるのに全然寒いぞということですよね。いうことあとはこんなの食べたためにです、ね、毒物が入っててです、ね、お腹を下したとかですねなんだこれはと私が被害を被ったじゃないかといったようなこういう問題が発生していく消費者問題というのはこのように企業と消費者の目的手段これが異なっているからこういった問題が発生する。 それが消費者問題だよということを言っているわけですね。いいですかねまあこれを考えていく出発点として、えー、消費者と生活者の違いですよね。特にこの自給自足という概念自給自足という概念ですね。この時代がもう全然変わってきていて消費者と生産者に分化してですね分かれて技術革新が起きたあとはですね大量生産大量消費が可能となって現実 今までの常識とは覆すようなですね新しいサービスが出現したんだといったあたりがですね消費者問題の背景になってくるとということですね結果としてもたらされるのが情報経済力交渉力この格差これが広がったことによってですね今言ったような問題が構造的に発生するという世の中になったんだということですね。 はいえ続いてですね、えー、3ページのところも見ておきましょうか見ておきましょうか各領域における消費者問題ということでこのテーマのところ青ですよねテーマより1個下のレベルが黄色でやってあるということですねそして、まあ、問題点っていうのを今赤赤色にしてあるということになります はいえー、まず1番ですね、えー、消費者問題には4つ分類できるとありますけれども1番生産システムと流通機構をめぐる問題ということで要するに生産工程工程です、えー、生産する工程、えー、流通させる工程ということですよね。ということですよね。これが私たち消費者にとってはですね状況を知ることが困難なんだという問題、えー、消費者問題の一つだよと状況を知ることが困難。 確かにそうじゃないですか。お菓子を食べてます。あの食べ物を食べてます。いいですか。それが工場でどういう材料をどうやって砕いて、どうやって温めてですね、どうやって送って、どういうふうに商品の食べ物の形になっていくのか、製品の形になっていくのかということについてはですね、これ工場の中でね毎日毎日見てる人じゃないとよく分かんないですよね。どこに問題があったんだと、製品の問題があったんだと。 で物流がちょっとうまくいってないと物が届かないといったときにですねどの工程がおかしかったのかと発送しようと梱包している過程がおかしかったのか梱包した後送るときに何かトラブルがあったのかとでちゃんとトラックに入れたけどそのトラックがちゃんと来なかったのかとかですねそういう工程についてですねきちんと消費者が分かることっていうのは困難なわけですよね。困難それが一つの問題になっているということですねこういういい問題につつては一つですね。 内部告発などにによって明るみに出るるみ出ケースもあると内部告発等によって明るみに出るケースもあるということで内部告発ってなんかね悪いようなイメージの言葉かもしれないけれどもこういったね消費者の信頼を失うようなこの動きを,を阻止していくためにですね内部告発っていうのは一つの重要な内部告発がね一つの重要な課題になってくるということですね。で内部告発した人をですね保護する法制度だってあるんですよ。ままたた後で出てきますけれどもねねこういった、ね なんか悪いようなイメージですけれどもねこういったことによって適正な消費者に対する活動が図られるいう余地もあるわけです。はい、続いて2番ですすね、えー、基準規格表示に関する問題ということで要するに商品と品物と告知された内容のギャップ商品と告知のギャップの問題ですね。 書いててあるるこことととやってることが違うじゃないかという問題ですねこれは商品とと告知の問題ということですねこれはギャップがあるということで消費者は表情を信頼するでも内容は違ってたここにギャップがあるということでこれを第三者的に検証する制度とか消費者自身による情報収集等ですねこれは重要になっていきますよということですね。はい え続いて括弧三番ですね。えー、これはまあ支払いの問題と支払いの方法の問題。今あまあ月賦カードローンとかですね。さまざまな決済手段が登場したということで、これにまつわるトラブルも発生しているということでですね。トラブルに対応する法規制等ですね。これ必要になってくるということであります。はい。最後括弧四番ですね。括弧四番。えー、これはまあトラブル解決と。 ということで消費者被害をどうやって救済していくかという問題ですねこれが4つ目にあるよということになりますはいあのー、どんなね被害を被った場合にどういうふうに助けてもらえるのかということを消費者自身が情報不足から分かっていない時があるそこでですねトラブル起きているのに泣き寝入りしてしまうと いうことですよね。こういった問題があるということで消費者相談窓口とかまあ典型的には裁判ですよね問題があった時に解決するのは、まあ、典型的には裁判ということですがこの ADR というのは裁判によらない解決法これまた後で出てきますけれども裁判によらない解決法と。 ADR ですねオールタナティブ・ディスピュート・レゾリューションの略ですかねオールタナティブ裁判とは違うディスピュート紛争のですねレゾリューション解決ということでですねこういった手段もある救救済済被害を救済すすするるトラブル解決するという手段ですねそして少額訴訟制度とか消費者団体訴訟などですねこれも後で出てきますけれどもこういった情報ですよね何か被害があっちゃった時にですねこういう解決法があるんですよということですよね。 それをですね勉強していくあの消費者に対して伝えていくということが必要になってくるということですね。はい、で消費者問題においては4つにですね問題があると4つに分類ができるよということでありまして1つが工程の問題もう1つが商品と告知の問題それから支払い方法に関する問題でトラブルがあっちゃったよトラブル起きちゃったよっていった時にその解決法っていうのをですね えー、きちんとと消費者に知らせていく必要があるということでですすよよねねこ、えー、こういった4つ分類ですよ、ね、これはあこのお書かれていた内容といいますのはこのままね全部暗記して試験に出るっていうよりはこれから勉強していくことこれから勉強していく大事なです、ね、消費者問題とその対応というのを勉強していくにあたってですね本当に基礎となる部分というか土台となる部分というふうになってまいりますので。 この2ページですね、ぜひ大事ということで何度も回転させるというか何度も何度もですね当たり前の知識として繰り返してやっていただきたいなというふうに思いますね。はい、それではですね次にこの4ページもですね大事ですね。第2章「消費者の権利と責任」というところですけれどもねこれも大事になってまいります。えー、っとこれは、 PC でちょっと文字をねはっきり分かった方がいいですかね。データでねできるだけ文字をちゃんと見せたいという時に、ね、PC 使っていきますけれどもはい <coughs>、まあ、公式的その6ページから始まるとこですがえまず消費者主権ですね消費者っていうのが市場で決定権を持っていくとそういう社会にしていくと。 こういうことですね。さして消費者主権と言っていきますけれども、なんと言ってもですね、消費者はどういう権利を持っているのか、そして対応してどういう責任があるのかと、八つの権利と五つの責任というところですね。これも極めて重要ということですよね。消費者にどんな権利があるのっていうことが分からなければ、ああね、消費者の側も適切に権利を行使できないし、消費者が持っている権利を理解しておかないとですね、これは消費者をね、知らず知らずのうちにこういった権利っていうのを をないがしろにしてしまう対応を企業としてもしてしまうということでね消費者ににととととっっててもも企業ここれ大事いいうことですよねはい8つの権利とまず言った時はですね生活の基本的ニーズが保障される権利とで2番安全3番知らされるで選ぶ選択できる権利で意見を反映させる権利とそして保障を受ける権利で消費者教育を受ける教育を受けるという権利。 で健全な環境の中で働き生活する権利ということですねこの、まあ、4つですよねこの枠で囲った4つが特にね、まあ、重要なものとして消費者の4つの権利というふうに言われていてケネディ大統領かの有名なですねケネディ大統領さんですねまあここが提唱していったこの方が提唱していった消費者の4つの権利と呼ばれるものですねここはね。 この4つに関しては特にですね絶対押さえないといけないということになりますまずねこの商品を買って安全であるっていうのは当たり前でしょう安全を保障される権利でこう商品を買って死ぬかもしれませんあの商品を買ってですね怪我をしてしまいましたそういうことに対して守ってもらえませんということではダメですよね少なくとも生命や健康これに危害を及ぼす商品ですね、えー、ここから保護されるとということは、 権利として当然まずね商品によって命の危険にさらされないということは当たり前の権利で、3、4、5は連続で捉えていけばいいかなまず物を選択するにあたって情報を知る必要がありますよね正しい情報に基づいて判断したいですよね正しく告知してほしい正しい情報を教えてもらった上で購入したい知った上で商品を選択する商品を選択する選ぶそして 何かあった時に意見を述べてですね、意見を述べて、えー、買った後ですかねこれは買った後ですかね意見を述べてですね、えー、これは政府の形成、えー、政策とかですねあるいは法律を作られていくといったような時に消費者の意見というのを反映してもらえるということですよねはいまず命が安全であるのは当たり前そして情報を知った上で適切に選ぶで、えー、購入した後等においてはですね。 自分の思った意見というのを政策とか法律とかそういったところに反映してもらえるということですね。<laughs> はいまあ、この4つのののつつケネディ大統領の4つの権利というのをベースに抑えていいくということですね続いてまあ5つの責任とありますけれどもね5つの責任とありますけれども、えー、消費者は自分は権利ばかり持っているだけではなくてですね果たすべき役割がある果たすべき責任があるということですね。 一つ、批判的意識きちんと商品サービスをちゃんと見てですね、えー、敏感に問題意識を持っていくとで自己主張と行動何かあった時はですねこれはちゃんと主張して公正な取引を得られるようにきちんと行動を起こしていくとあと社会的関心ということで自分の行動が他者に影響を及ぼす特に弱者に影響を及ぼしていくとこれをちゃんと理解しようねということですねあとはちゃんと環境に配慮しながら消費しようと いうことで連帯の責任、連帯の責任、勝者の利益を擁護し促進するための消費者として団結するときには団結してですねえ、きちんと行動していくということですね。これが責任というふうになっているわけですね。はい、まあ少しだけまたまあメモというかね、あれすると、ほら項目がまあ青でやってあって、えー、その下の項目、その下の項目ということで。 権利と責任という形で、まあ、対立する概念としてあの、まあ、これ責任がね悪い意味ではなくてこれは対比する概念という意味で青と赤で分けています対,対立概念というか対比する概念というかあの権,利の権利に対して責任があるというこの悪いという意味ではないですよ責任があるという意味ですけれどもそういった意味でやってますけれども。 まあこの、ね、消費者の4つの権利ケネディ大統領の4つの権利をまず確実に抑えていって、まあ、その他も周辺を抑えていくということですね。で責任は批判的意識この責任自己主張と行動の責任社会的関心この責任環境への自覚そして連帯していくということでカテゴリーを3つほどに分けるとですねこの責任の1と2は個人に関するもの。 で賢いい消費者になりましょううよということこですね批判的意識を持って、えー、やるべき時は主張するということですね個人としての、まあ、責任というかイメージですね。3と4はどっちかというと社会に目を向けようというような責任ですよね社会に目を向ける社会的まさに関心で環境に配慮していくとこういう消費社会にも覆っている責任があるんだよということですねそして時には団結して行動を起こしていこうということですね はいあとはちょっとこの現時点ではちょっと細かいですけれどもねちなみに8つの責任というのは、まあ、4つの権利というのは今ケネディと言いましたけれどもケネディ大統領4つの権利とありましたけれどもこの8つの権利上の8つの権利はですねアン・ア・ハザールという人 CI というですね国際消費者機構国際消費者機構 CI これの第4代の会長さんというものですね。 えー、この方が推進なさった八つの権利ということになります。四つと言ったらね、四つと言ったらケネディさん、四つと言ったらケネディさんということですね。まあこの四つの方がどちらかというと教科書に載ったりして、あの小学校とか中学校の教科書に載ったりして、まあ、有名かもしれませんね。四つの権利ということですね。はい。まあ総じてちょっと細かいことまで言いましたけれども。 まず消費者には権利があるそれに対応するように責任だってある5つの責任だってある個人として賢い消費者になる責任いいですね社会に対して負っている責任そして時には団結していくというような責任ですねパターンあるよということですねこの責任ということにも着目しまして次のページですね消費者市民社会という言葉ですね消費者市民社会と。 まず消費者市民という言葉ですけれどもこれは倫理社会経済環境ほらこういった倫理ですとか環境とかそういう社会に対して目を向けられる個人のことですね消費者市民というふうに言っていくそういうまあ良識ある市民で構成されるものをですね消費者市民社会とそういった倫理とか環境とかそういったことを考慮していける そういうい個人に集まっているものをそういう社会のことをですね消費者市民社会、こういう責任を持った行動ができるそういう社会を築いていこうよというような考え方というふうになってきますね。その中でその中において消費者が身につけたい力としてさっき言ったような他者への影響とか 持続可能な社会を実現すするるためにに消費に協力となるように消費の面から気をつけるでそして大事な場面ではみんなと団結したりして消費者が社会に参画していく共同していくということが大事になってきますよ身につけたい力になってきますよということですねはいそれではですね一旦また休憩の方にですね入りたいというふうに思います